今日は柿を使ったレシピを紹介したいと思います。トーストの上に柿を乗せます。柿トーストです。とりあえず乗せていきます。その上にチーズを乗せます。結構雑に乗せます。できたらこんな感じです。結構美味しそうに見えますがまずいです。この次は目玉焼きに牡蠣を入れてみます。見るからに気持ち悪そうです。